いい天気です。なんか今週いっぱいこんな感じみたい。チャンスよね。はい、林さん家特製の1時間あたり800箱の高速ハッシュ機です。まだ連結してないので、こうやって床土側とハッシュ機側で分かれてますけど、あとでスーパーメカニックが連結させて、いつものようにここにセットします。はい、ハウス張り来週するのでドアを出しましたね。先にドア出しとかないとちょっと資材倉庫の中でも取れないんでね。いやー、一気に張るんだね。お、ガイア発見。うちのアゼノリキはどこ消えたのかな。あー、いたいた、発見しました。ここは微妙に曲げるやろね、道なりに。お、で、紅白さん見えるか？なんとなく見えるけど、おっとっと、真っ白けで見えない、薄ぼんやりと見えてます。山はまだ雪いっぱいあるよね。
はい、今日はいい天気なので順調にアデネリを進めているみたいです。はかどるねー。アデネリした後排水を切ってますね。塗ったまま完全に通せんもされると、これからあの雨降ったら柔らかくなってしまうんで、排水の溝だけは切っていますね。天気も良くなったんで、そろそろ人力作業も。ところどころこういうのは足で踏んどるんやな。ねえ、ね、繋ぎ目とか取って直して、低いところポケ取るとこは直して、で炭をちょっと掘るんや。なるほど。福岡では橋だけ浮き上がりやすいからね。ねえ、怖いよね。何回か落ちとるもんね。おお、こっからの眺めはいいよね。でもうっすらと見えて、うっすらと白いバックの白い山見えない。久々のドローン。ガイアドローンで撮ってます。いい絵が撮れたやろ、ドローン。すごいね、ガイア。上から見るとなおすごい。イエーイ。戻ってきた。大丈夫か。
無事着地。さすが。相変わらず移動が早いね。ひゅー、来ました。戻ってきたということで、派手塗りもお天気がいいと気持ちがいいね。ちょうどいい感じの湿りでバッチリ仕上がってると思います。あー、ということで今週はいい天気かな、うん、頑張って春作業したいと思います。